こんにちは。こちらは御朱印の旅チャンネル、神社仏閣への癒しの旅を紹介するチャンネルです。神社仏閣に参拝した証としていただいた御朱印を紹介するチャンネルになります。なので神社仏閣に参拝したい方が遠くて参拝できない方や、これから参拝する予定の方に参考になるチャンネルです。私が初めて御朱印をいただいたのが平成15年7月の5日に埼玉県の野球稲荷神社です。初めてから今年で19年目になります。このチャンネルではこの間全国の神社仏閣に参拝していただいた御朱印、また巡礼もしてまして、西国33箇所観音霊場には5回、四国88箇所霊場には3回、四国別格20霊場には2回巡礼して満願しました。その御朱印、また全国一宮にも巡拝してまして、その御朱印、これらの御朱印、境内の写真を配信します。中には限定御朱印もあります。例えば富士山山頂でしかいただけない浅間大社奥宮の限定御朱印があります。またちょっと寄り道として境内の自然風景なども配信します。例えば熊野三山の旅では那智の滝、富士山山頂浅間大社では富士山の御来光や雲海、岐阜県の神社境内にあるモネの池。このチャンネルでは見ているだけで癒される、そんな動画を配信します。毎週配信しますので、下の赤鬼さんをクリックしてチャンネル登録をお願いします。お待ちしております。